2月25日以来、香港に滞在中であった華中新イギリス大使は、3月4日午後3時半、上海入港のジャーデン・マジソン郵政号にて、夫人同伴フランスマトーに到着しました。最近、イギリス側が躍起となって太平洋季節を宣伝している折から、華大使の上海着はすこぶる注目されております。